六本木の森アーツセンターギャラリーで美味しい浮世絵展が始まりました。その中でも気になった作品がこちら。江戸時代の女性の食事の風景を描いた作品で、白玉をすくっている様子が見られます。赤や黄色の模様がついたカラフルな白玉を食べているようです。今回はこちらの白玉を再現していきたいと思います。用意するのは白玉粉とお水と食用色素です。白玉粉 100g に対して水 100ml が必要になります。まずボウルに 100g の白玉粉を量ります。 100g でだいたい 2,3 人分ぐらいの白玉ができます。お水は 100ml 必要なのですが、最初に全部入れるのではなくて、半分とか3分の2ぐらいの分量の水を入れます。で、手でこねていきます。水が足りないなと思ったら、ちょっとずつ足していくような感じで、こねて水を足して、こねて水を足してっていうのを繰り返していきます。はい、ショートカットしたのでだいぶまとまっています。だいたい耳たぶぐらいの柔らかさ、弾力になるまでこねていきます。今真っ白な白玉の元ができたので、赤くする部分も作っていきたいと思います。4分の3をまず避けまして、4分の1をボウルの中に残します。ここで赤色の食用色素を使っていきます。小皿に、付属のスプーンで1杯か2杯ぐらい使えば十分綺麗な色がつきます。私は2杯使ってますけど、そんなに使わなくてもいいかもしれないです。で、お湯に溶かしまして、4分の1の白玉の素にかけて混ぜていきます。私は失敗してしまったんですけど、色素を溶かすお湯は動画よりも少なくした方がいいと思います。水分が多いと白玉の粉がまとまらなくなってしまうんですね。で、ドロドロで手にへばりつく気色悪いスライムみたいになってしまうので、水分は少なめで作った方がいいと思います。動画の分量でもできることにはできるんですけど、扱いづらいので、水分はできるだけ少なめにしていただくといいかなと思います。赤く色をつける部分ができたら、先に避けておいた真っ白な白玉の方を丸めていきます。手に赤い色素がたくさんついていたと思うので、綺麗に洗ってから触るようにしましょう。最初は大体の大きさを見るためにちぎっていくので、いびつな形のままどんどん置いちゃってます。大きさが大体これぐらいだなと決まってから、こう綺麗に表面を整えていきます。はい、このように丸めて普通の白玉ができました。このまま茹でちゃってもいいのですが、今回は浮世絵に登場した白玉を再現するということで、先ほどの赤い色をつけた白玉をくっつけていきます。上手にくっつける方法なんですが、白い白玉をまな板の上に置いた状態で、上から赤い白玉を貼り付けるようなイメージでくっつけると上手にできると思います。白玉の準備ができたらお湯を沸かします。お湯が沸いたら火の強さは中火にして、その後白玉を入れていきましょう。白玉同士がくっついたり、鍋の底にくっついたりしそうなので、時々混ぜてあげるといいかなと思います。白玉が浮き上がってきたらそのまま2分くらい茹でて完成です。きれいに洗ったボウルに水を張って、その中にすくった白玉をどんどん入れていって冷やしていきます。氷を入れた方がよく冷えそうだったので、後から氷を入れてみました。しっかり水を切って盛り付ければカラフルな白玉の完成です。白玉自体には味がないので、私はあんこと一緒に食べました。皆さんもカラフルな白玉で江戸時代にタイムスリップした気分を味わってみてくださいね。美味しい浮世絵展は森アーツセンターギャラリーで2020年9月13日まで開催しています。